はい、本日もやっていきますか。前回が割と惜しかったんですけど、まあでも俺自身の最高は多分15分40秒とかなのかな。ということで、まあ別にベストではなかったと。マジでなんか、噛み合い次第っすかね。なんか一匹目も結構1エリアにとどまらせれることがでも、まあ、前回分かったんで、そこ目標にしていきたいかな。もう弱るまで、弱ったらね、まあ無理やり移動とかされちゃうから、弱るまでここで戦うと。さあ、飛鳥文化が来る。いいね。モーションとしては非常にいい。顔面 OK。いいね。壊れはしないか。排除だよね。まあそうだよね。投票はされていく。抜けれるでしょ、これ。オッケー、食らわない。いやー、ため2ぐらいいけたかな、どうだろう。さあ、デンプシー。まあ、この連打はあんまり美味しくないね。あんま殴れないんで。ボディプレイか。ベイブレード来ないと思ってるけど、いいねこれ。で、怒ると。あ、ベイブレードスルー。だったらタメさん打ちたかったけど、あんま再現性ないんだよな。当たらないよね、これ。オッケーオッケー、大丈夫。ちょっとガードかな。これはちょっと食らいそうな気がした。まあ、当たったよね、タメさん今。なんかどう、あー、これだったら、いや、3いけるな。オッケーオッケー。これだったらむしろこれでよかった。まあ、しょうがない。ビームだね。ちょっとこいつの体本体に当たりそうで怖いが、最極、まあそこそこ削れてるんじゃないか。え、今の俺緊急回避のつもりで出てさ、やってさ、出なくて終わったと思ったんだけど、運までを味方につけていくと。さすがに2回だよな、これ。OK、さすがに2回。いやー、当たらん。やらかした。ちょっと前に行き過ぎていた。これビームだよね。怒るでしょ？いや、ちょっとベイブレード読みやんなくていいか。やってくるなら打ちたかったが、ペイペイで読み、マジリスクやばいんだよね。ちょっと殴れてないっすね。あ、オッケーオッケー、ようやく来た。ベイブレードなんだ、これも。さあ、進撃使いたい。この攻撃で解除したんだよね、多分前回は。だから結構なんかこういい感じにことが進んでたんだけど。
この進撃で解除はできそうだけど。前みたいにこう長く居座れせできるかというとなんかそうではなさそう。まだ解除足りないか。ああ移動されちゃった、全然ダメみたい。いやーなんかでもね、最初結構殴ったと思うんだよね。まあだからこう最極からが良くなかったかな。まあタメさん当てれなかったし、俺がスカったしっていうのもある。スカるのほんとよくないね。思ったより伸びないんだよな、あの怒ってない敵の2回のなんだっけ、アスカ文化は。まあ、ちょっと俺の立ち位置がね、3回の時に似たような位置にしてたから、ちょっと遠すぎ。なんでお宝があるんですか。さあ、これ、交流席切れちゃうなぁ。ちょっと良くないっすね。え？こいつ空中で狙えんの今の。見た？めちゃめちゃ方向転換してたでしょ、影が。やば。一番強いやん、それが。怒る。攻撃きたが。ここは効率的に使います。いやそうだよね、あと一発とかだと思ってたんだけど。なんか2匹目がいそうな気がするんだけど、気のせい。これいるよね下に。やべえ、バレたら終わりではある。これはよげれない。うわ、なんか次のバックステとかで死にそう俺。ああ弱ったかな。7分40秒。まあちょっとやっぱ極限のとこで下るとダメかなって感じですね。さっき攻撃1個でか、さっきじゃねえわ。で、前回さ、攻撃1個で回収できてたから、それをやらないとダメだな。もう顔面まで行く時間ももったいないんで、これ。はい。で、戻んなきゃいけないと。ま、さすがに砥石使った方がいいな。砥石交流席。来たっぽい。降りてこない。これ距離感的には降りてきそうだけど。これ降りてこないか。いやーマジか。この辺でいける？いや下手だね。これも見てからでよかったか。ちょっと焦りすぎ。これは通る。さあ、飛鳥文化おじさん、通称聖徳太子になってしまった。いや、これきつい。結構絶望的な距離感ではあった。ガードするしかない。解除できないじゃん。ちょっと困ってる。まあ攻撃が戻ってくるけど。
じゃあ攻撃使うかこれ。さあビームが来る。さすがに解除。いやこれウェブレードきつ。バックステくんのかな、来ない。いやーこれが一番の損だよね。バックステ読み行ってこれ避けれるっしょ。段差が怖かったけど、怒る。ためさん打たしてレイブレード来んのか。いや納刀できたな今。確かにスタメさんの方が抜刀じゃなくて効率いいんだけど、あの時とはいえダメージ高いのは通常なんで、通常じゃないや抜刀タメさんなんでね。いや食らうか、まあ、なんかちょっと今足に引っかかった気はしたけど、これ食らいそうだな。もうこれ避けれるの？避けれるが、いやガードだな、こんなガードしたくないんだよな。青落ちしたら目も当てられんぞ。ベイブレード単発しか入ってないな、全然殴れてないっすね。怒るっしょ、怒る。もう顔面だったしね。イニシエ飲みたいな、スタミナが、まあ、足りないな。結構嫌で今間違えちゃった。こんぐらいだな。お、いいねいいね。ただ切れ味が落ちてるのがまあ気になるし、攻撃も濡れてない。大きく効果してたよね。さあカラタゲービームだけはやめてくれ。あ、オッケーオッケー、いいね。いやこれはちょっと変速できすぎて避けれんかった。傾斜はいやー今アスカ行ってほしかったけど俺が近くてダメだったかもな。 OK 解除、まあそこそこタメさん入れてはいたからね。さあ腕いけるようになった。これバックステ来られてもだな、この段差が邪魔すぎる。腕当たるよね。いや当たるか。まあでも回避入れたらタメさん入んなかったし、ちょっとどうにもならなかったかな今のは。やば。
危ねえ、結構危なかった今の。は？だいぶノート遅れてたからね。ちょ、回復しよっかこれ。で、本来はこの二解除中に殺しきるのがまあ普通なんだが、ちょっと今回切れ味がずっと低いから火力足りてなさそう、正直。弱ったと思いますか。でも15分は経ってんのか。いや難しいな、ほんと。な、2匹目を早く殺したことはないんだよな。1匹目をさ6分とかで殺したことはあっても、2匹目をね、なんか多分いない。最悪や。4ですね。弱ってないわ。じゃあ2匹目をね、早く殺したことないんだよね、7分半以内で。まあ、移動とか、あるし、まあ、あとは、まあ、一番はやっぱりエリアかな。エリアがちょっと川じゃないんで、戦いにくすぎて、俺の被弾が増えてしまってるのかな、みたいなところはね、ありますね。一番効率よく効率的使えたんやん、今。最強するでしょ、だってこれ。はい。まあ、とはいえ解除中に移動されたら再局されるよな。まあ、されるなというのが無理な話っていう話はね、ある。ああめちゃめちゃ弱ってたわ。マジか。意外と16分台で終わると。ただまだ足りないと。